じゃあまずプロローンチャーでいただきます。これね、ミニクロは30個入り198円、これ新しくなって新登場とかなってましたんでね、ちょっと買ってみましたけど、なんか甘さがアップと書いて、前のはね、なんかちょっと味がなかったんですけど。こんばんは。あ、こんばんは。ミニクロワッサンを買ってきました。お疲れ様でした。あ、こんばんは。ミニクロワッサンいただきます。これも京都で作った。あ、ほんのりやっぱ甘いですね。このクロワッサンは焼いた方がいいですね。このままだったら結構しっとりタイプのクロワッサンで、焼いたらもうちょっとね、ふんわりサクッとなるとは思うんですけど、これね、他のとこのクロワッサン結構ね、スカスカのなんかふんわりタイプですと、これはしっかり中が詰まっているような、まあ中は何も入ってないんですけど、これ朝ごはんにもいいですね。朝ごはんクロワッサンだったら食べたか食べてないようなね感じですけど、これは美味しい。ほんと前のはね、なんか味がないような感じでしたけど、ちょっと甘みのあるね生地になってますね。これ淡島堂のお芋蒸しパン3割引き、これいただきます。これもう普通の蒸しパンですね、芋は入って。いただきます。こんばんはです。あ、こんばんは。これはね、やっぱ淡島堂だけあってしっかり甘みがあって美味しいですよ。お芋蒸しパンってなってます。まあ普通の蒸しパンだったらね、味がないような感じがするとは思うんですけど、結構味がしっかりついてますね。これ淡島堂はやっぱり外れがないですね。どれも美味しい。でもうちょっと芋臭いかなと思っても、芋の感じは全然ないですね。優しい甘みで、自然な甘みで美味しいですね。やっぱり蒸しまんいうぐらいなんでね、もっちり感にさ、ケーキとはまた違う。これは D プライスって書いてないですけどね。あとこの D プライスのさぬきうどんですよね。冷凍のやつはね、156円でまだ売ってますよ、やっぱりね。値段変わらず。真空パックですかね。これ日持ちするやつ。ああ、日持ちするやつですけど。袋麺は、ここもありましたけどね。日持ちしないんで、長く置いとけるんで。まあ味がどうかちょっと、食べてみますけど。